穂積ゆかりは元タレント。俳優、穂積み信の娘であり、社会現象にもなった穂積み信のベストセラー、つみきくずしのモデルでもある。永田長田町小学校を経て、麹町中学校に進学。1982年に発刊されたつみきくずしは、持病といじめにより、飛行に走ったゆかり本人と両親との葛藤が綴られた父親による手記である。 該当書は約300万部を発行するベストセラーになり TBS でのテレビドラマ化東方での映画化などが行われた1983年にはトルエン所持による毒物及び劇物取締法違反でまた覚醒剤取締法違反でも二度逮捕された関連書は後日談として母によるものが2回、本人が1回、父が複数回 出版されている。東方制作の映画民放各社でたびたび放送されたテレビドラマはすべて蒸気著作物をベースにした架空の物語であり、役名、状況設定などは作品ごとに異なっている。1986年にホズミユリの芸名でテレビドラマ妻たちの課外授業で女優デビュー。ヌードまで披露した芸能活動は成功せず、 アメリカ留学中に知り合った法人男性と結婚するが間もなく離婚。ナイトクラブ、積木の家を経営するなどしたが、亡くなる前は父とその再婚相手でもある義母と同居し、知人のスナックの手伝いをしていた。20代で腎臓を患って十数年の闘病生活を送り、2000年には腎不全で入院。その年の秋には実母からの提供で、 生体人移植を受ける。35歳になった2003年8月18日、高信夫妻と同居する、都内マンションの自室で亡くなっているところを発見された。行政解剖の結果、死因は多臓器不全で、2003年8月13日夜から14日、未明にかけて死亡したとみられる。母主は、ホズミゆかりの所属プロダクション。父は、仕事先から帰京した八月二十日に、 仮想場で遺体と対面、筆に積み木崩しの著書を3冊入れた。ありがとうございます。